800モンバチのコピーをさせていただきます。よろしくお願いします。紳士がなんかいる。え、でも紳士だよ。まあいいんですけど、モンバチといえば多分皆さんいくつか曲をパッと思い浮かぶものがあると思うんですけど、まあ、なんだいなんだっけな。なんかちょっとあげてくれると嬉しいな。小さな声の歌、それも有名。他になんだ。あなたにそれも有名。なんだっけな。まあ今ちょっと2つあげていただいたんですけど、今日はその曲やらないです。やりません。今年ベストをモンパチ出したんですけど、他にもいろいろいい曲がたくさんあるので、ちょっと皆さんにもっともっと知ってほしいなっていうので、曲をいろいろ用意しましたので、楽しんでていただけると嬉しいなと思います。よろしくお願いします。2曲続けてやらせていただきますが、モンパチの曲って基本的に愛について歌った曲が多いんですね。沖縄のふるさとを歌った郷土愛だとか、仲間のことを歌った仲間への愛情、家族への愛情だったり恋人への愛情、そういった愛の歌が多いんですけれども、2曲目はその中の郷土愛について歌った曲を1曲、そしてその次には、なんだろうな、曲の中でこう人を信じられなくて、なんかどう心を開いたらいいのかわからない主人公が曲の終わりで何かこう信じられるものを発見していく一つのストーリーがある曲があるんですけれども、それを1曲やらせていただきたいと思います。それでは、2曲目は琉球愛歌、3曲目ノットイコール聴いてください。